はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、会話瀬戸です。さあ本日なんですが、ストラクチャー皆さん買いましたか？ブルーアイズのこれね、発売されましてね、2周年記念ということで、ブルーアイズマックスっていうストラクチャーが、これね、内容ちょっと見ていただきたいんですが、まあいろいろブルーアイズ関連のカード入っていて、結構熱そうな気はするじゃないですか。はっきり言いましょう、これはもう忖度なしではっきり言います。あのね、弱いんですよブルーアイズって弱いんですよ。あの弱いっていうのはどういうのと比較して弱いかっていうと、やっぱ環境デッキと比較して弱いって意味ですね。まあもちろんそのファンデッキの中ではなんか結構いい働きするとかそういうのあるかもしれないけど、やっぱ結局マサティールってやっぱお友達と対戦、楽しく対戦する遊び方ってやってる方なかなか少ないと思うんですよね。結局その、まあ、一応ソーシャルゲームの一部なんで、まあ、やっぱランクマとか DC がメインの遊び方になってくると、そうなってくると結局強いデッキで勝つためにやっぱデュエルする人が多いから、だから勝てるデッキじゃないと意味なくて、でそうなった時にブルーアイズのこのストラクチャーを3周したところで勝てないんですよね、環境的相手にはこれは本当申し訳ないけどそうなんだよ。なんでかっていうと、ブルーアイズのギミックがね、もうそもそもね、妨害が用意できなくて弱いんですよね。なんか相手の、なんかその展開とかを阻害できない。これごめんね、ブルーアイズ好きな人、本当に。申し訳ない。まあ、俺もブルーアイズめっちゃ好きだから許してくれ。これね、ほとんど現実を見たときにそうなんだよ。で、じゃあどうするかって話なんだけど、今回は、勝つためのブルーアイズデッキを組んでいきました。はい。ストラクチャーを魔改造して勝つためのブルーアイズデッキっていうのを一応模索して組んできたんですけども、ブルーアイズデッキってまあそのどういう風に戦っていけばいいかっていうと、結局なんか妨害を用意する手段としてまず優秀なのは、まあ、天球とかドラゴン族系のね、天球とか、あと重心球なんだよね。結局レベル8を用意するのは結構割と簡単にできたりとかするんだけど、1とのくっつきって弱いのよ、ブルーアイズって。急シンクロしたところでなんかスピリットドラゴンとかさ、妨害になってるようでなってないんだよなこれまあなってなくはないけど、さすがに銃の方が強いじゃん。だから太鼓とのシンクロっていうよりかはどっちかっていうと 2とのシンクロをメインにしてて、今回は、まあ、例えば忍びネクロとかアサートシンクロといったこの辺のモンスター、これと8をくっつけて銃を出していく。まあ、バロネスとか、まあ、ディスパテルとかね、あとアンヘルとか、この重心黒で強いモンスターを出していく。プラスこだわりがあって、やっぱどうしてもカオスマックスは使いたかったんですよね。これは僕のこだわりで、まあ、これ抜いてもらってもいいんだけど、全然ここはこのギミックはなくても勝てるから、多分なくても勝てるから抜いてもらってもいいんだけど、やっぱこのロイヤルはね2周年記念で当たってちょっとどうしても使いたくて、でこのカオスマックスを活躍させるべく今回はこのディープオブブルーアイズですね、これを入れましたと。ディープブルーアイズは特殊召喚成功すると儀式魔法か融合を持ってこれて、でエンドフェイズにレベル8以上のドラゴン族をサーチできるということで、まあ、これを特殊召喚して生き残れば一応どっちもサーチできるんだよね。だからカオスマックスは成立する。でじゃあこれを成立させるためには、まあ、どういうギミックがあればいいかっていうと、やっぱりまず天球だよね。さっき言ったように天球を成立させる必要がある。これは相手のカードを妨害しながら自分のデッキからモンスターを出せるんで、これでこいつを出してくるってこともできるし、あとね B セット、マグナムートがドラゴンとか何でもサーチできるんで、結局そのカオスマックスとかもサーチできるんですよね。まあもちろん他のモンスターでもサーチできるんだけど、だからこのギミックを入れたくて、でビーステッドとブルーアイズを使って、まあ、ちょっとしたドラゴンリンクみたいな動きをしながら、まあ、レベル10シンクロも絡めていきたいみたいな感じですね。で一応ねなんかリンゴブルームとかも一応入れてみたりしたんだけど、リンゴブルームはまずそもそも通常モンスターが出ねえから、ブルーアイズを盤面に出ることってあんまないんだよね、このデッキだと。オルダナティブは出るけどね。なので、ちょっとやっぱリンコブルームよりとかよりも、ビーステッドで除外したときに帰ってこれる忍びネクロとか、あと単純に特殊召喚できるアサートシンクロとか強いから、ここは、日中名はこの枠にしてます。で、やっぱね、強かったなって、使ってて強かったなって思ったのは、これ、セイファート。これ、まあ、別にさ、ワイバースターとかコラプサーペンとかなくても、ドラゴン族を単純にその手札切ってサーチできるっていう効果があるんですよね。まあ、セイファートで、例えば、まあ、手札に来た本当に、いらない、ブルーアイズホワイトドラゴンをぶん投げると B セットになるとかね。だそうすると、墓地に光闇属性がいるから B セット即座に、起動できるしね。だからね、こういうところで、やっぱね、セイファートは強かったなって言ってました。あと、墓地回収もあるからね。墓地のこの方除外すると自分の、墓地の光闇属性のドラゴン族レベル8を回収できるって効果あるので、これで例えば、まあ、1回使い終わったルベリオンとか、あとなんかオルタナティブとか、この辺全部回収できるしね。めちゃくちゃ強い。ので、まあ、ここはあった方がいいかなって気はしたね。あと、キーポイント。最後。これ。
ザ・ビーステッド・アルベル。これネタじゃないです、これ。このデッキネタじゃない。なんでかっていうと、ビーステッドでサーチできるレベル4チューナーをね、このデッキではめっちゃ強いです。なんでかっていうと、まずね、6と4でくっつける。アルベルと、6、ヒチューナーで10シンクロが出るから、まあ、バロネスとかビスパテルがまず出るんだよね。で、さらに、通常召喚できるんです。ルベリオンで持ってきたアルベルを。そうすると、アルベルを一旦ストライカーに変えてから、アルベル除外してビーステッドみたいなことできるから、やっぱね、これめっちゃ強かった、使ってて。なので、救済モンスターとかってバカにしてたけど、このデッキでは結構ガチカードなんで、はい。アルベルが好きな人もぜひよかったら、このデッキ使ってみてください。はい。早速ね、やっていきましょう。まあ、こいつはコストにしかならんけど、デュエル、スタート。はい、どうも、編集中の龍です。ね、本日もですね、ちょっと録画ソフトをミスりましてですね、声が取れておりませんでしたので、編集中の私が、後付けのナイスボイスを、当てていきたいと思います。ね、まず、ブルーアイズホワイトドラゴンをぶん投げまして、ロイヤル加工でもらったやつ、これを、ゴミ箱にぶん投げまして、うらら打たれました。で、これ、うらら打たれると、ちょっとめんどくさいなと、思ったので、一応破壊打ちました。まあ、そこでゾウジーがね、ケアできなくはなったんですけども、はい。まあ、ゾウジーあったらちょっと、やばい、やだなと思いながら、カードを持ってくる方の効果は絶対に通したいなというところで、で、これ何持ってきたんだっけな、ジェットか。ジェット持ってきたらしい。なんかあんまり何持ってきても、手数にならなかったけど、まあ、一応ジェットドラゴンブルーアイズいるからね、何なんかカード破壊者が出てくるから。で、ストライカードラゴンのを、出しまして、で、墓地に、貯めましたと。モンスターをね。ほんで、スイファーとゲームから除外することによって、自身を特殊召喚するマグナムードの効果、発動、サーチ、エンドフェイズに。で、ルベリオンで、楽園の、副楽園か。副楽園を置いて。ちなみに、ブルーアイズギミックだけで、絶対勝てない環境なんですよ。マジで。なんでかっていうと、ブルーアイズギミックはメインギミックで妨害が何も用意できないからです。なので、まあ、妨害を用意できるテーマと組み合わせるしかなくて、まあ、基本的にその環境的に、やっぱ楽園とかも多いんでね、B セットが一番強いなと思って、B セットと組み合わせてます、今回は。で、一応、バルドレイク、持ってきました。今回は。で、マグナムードがめちゃくちゃ相性良くて、ドラゴン族何でもサーチできるんで、ブルーアイズ系のモンスターサーチできたり、カオスマックスサーチしたり、なんかいろんなできることができるんでね、まあ、さすがにマグナムート圧倒的3枚積みたい。なお制限カードで相手案の定楽園でしたということで、アルバスの楽園を召喚して手札コストを1枚切るとミラジェイドが爆弾しますよみたいな脅しね、これ。はい、ミラジェ爆弾で魔導陣を捨てるというね、これまあおそらくこれあれですね、楽園ブラマですね。で、副楽園の効果起動しまして、マグナムートを墓地から蘇生するという効果に、さらに、これ、このまんまだと、アルバスに、融合されて、マジでやばくなるから、電気の制御機の効果発動して、自分をリリースすることによって、相手の、表側のカードをバウンス。はい。これで一応、だから相手も、電気の制御機の効果踏みたかったんですよね。はい。で、副楽園からの、マグナムート、特殊召喚して、マグナムートの効果も発動。で、電気のリリースされた場合の効果で、デッキからドラゴン族をリクルートする効果も発動。で、これで、まあ、何を持ってくるかと。マグナムートも天球もね、マジでね、ブルーアイズめちゃくちゃサポートしていまして、これなんでかっていうと、天球はドラゴン族を特殊召喚できるし、マグナムートはドラゴン族を、サーチできるからなんですよ。で、これ、僕何リクルートしようかなって迷ったんですけど、いや、俺のデッキブルーアイズやと。ディープオブブルーアイズやろってなって。いや、ディープオブブルーアイズやろってなって。で、これでディープオブブルーアイズの効果によって、デッキからクオートゲシーですよってことに聞こえました。思い出しました、ここで俺が何デッキを使っていたのか。この盤面、マジで、これ何デッキってなるかね。これ何デッキ使ってたんだっけってなるかな。この盤面。で、相手、イリュージョン・オブ・カオス。多分ね、相手、遊戯なんだけど、遊戯もびっくりしてると思う、多分。まあ、会話、そのカードは知らないぜっていう。で、マジシャンにソウルズ。で、ブラックマジシャンを特殊召喚するという効果が発動され、まあ、ブラックマジシャンの特殊召喚する効果は別にどうでもいいかなと思って、一回スルーしました。はい。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。ほんで、まあ多分ね、これでね、指定の絆やばいね、さすがに。指定の絆はさすがにやばい。これでブラックマンション破壊したらね、リクルート止まるのかなとか思ったんだけど、なんかもう、結局破壊しても出てくるなんて意味ないなと思って、今これスルーしました。はい。で、ブラックマンションガール出てきて、ブラックマンションの必殺だけのカードをセットすることができます。で、これで一応、ブラックマジックをセットされたら、獣を使うつもりでした。はい。楽園の獣。で、
ブラックバーニングマジックだったので、まあ、まだ大丈夫かなと思って、まあ、これでブラックマジックって言われたらちょっとあれだけど、手札から、まあ、大丈夫でした、今のところはね。バトルフェイゼって殴ってきたから、うわー、よくも俺のモンスターはブルーアイズデッドドラゴンの効果、嫁ジェットで参上かっこいい。でこれで一応あのブラックバーニングマジックケアみたいなのがありますね。あのブラックバーニングマジックは全部破壊するみたいな効果なんだけど、相手のカードを、ジェットドラゴンはジェットドラゴン以外のカードに破壊耐性付与するんで、はい、まあ、イムデューク出てくる、謎のイムデューク、謎すぎるイムデュークからの2体でアナコンダで、このミラジェードとかできたらやばいなというところで、楽園の獣を爆発させまして、相手のカードを破壊、バゴーン、よしで、マグラムートも、まあ、一応エンドフェイス弱くないってなったので、ね、相手のでこれでカオスマックスをね、これよ、このコンボ、これ強くないビーステッド採用することにより、ビーステッド天球か採用することにより、強引にカオスマックスのパーツを集めるというねブルーアイズを使ってパーツ集めても妨害ないんだけど、深淵の獣と天球を使えば妨害用意しながらサーチできるというね。そして、手札よりマジックカード、これどっちから行くんだっけな、ちょっと待って、どっちから行くんだこれ、バルドレイク、これなんかあれだな、自分の体勢をあ、見てるの面白いなこれでバルドレイクを特殊召喚、そして福楽院の効果、相手のブラックマンシャンをデッキに返すことによってカードを1枚ドロー、強すぎ、あまりにも強いカードを引いた、ザ・ビーセット・ルベリオンの効果、ビーセット・ルベリオンの効果によって、なんかこれあれだな、アレベル持ってきてシンクロしようとしてんだ多分。でアレベルを攻撃表示で召喚、でアレベルの効果でなんか、コントロールパクるみたいな効果あるんだけど、これなんかイムデュークかなんかがいて、まあ、いらねえなってなって、でこれスルーだ確か。で、レベル6のバルドレイクにレベル4のビーステッドアルベルをチューニング、新規の召喚、現れをフルルとバルです。ちなみにね、あの持ってこれるレベル4だからね、あのビーステッドアルベルはビーステッド的には強い。そしていくぜ、ブルーアイツホワイトドラゴンを墓地送り、ブルーアイツカオスマックスの儀式召喚ロイヤル箱、これが2周年記念で出た最強のカード、まあ、一応ルベリオンの効果が発動してもなんか何も意味ないなということを確認しまして、自分の墓地に存在するこれどうするんだ、伊達あげるのかな、伊達あげるか、ディープブルーアイズかの効果、ドラゴンズがモンスターの打点が1000ポイントアップ、さらにバルネスの効果によって相手のカードを破壊、バトルいけ、ジェットで嫁ジェットで攻撃、コントロールマキシマムバーストップ。さすがにロイヤルカオスマックスかっこすぎんか、コナミにさ、いくら積んだらロイヤル加工のブルーアイズの初期絵3枚くれるのかだけちょっと聞いてもらっていいかみんなロイヤル青眼デッキをちょっと夢見ててさ今、これがねちょっとね、あとこれね確かにハンドめっちゃ弱かったんだよな、なんかゾージーとウララシ、っていうなんかほんと全然展開に関係ないカード来ちゃってて、で、ハッカーなっていうね、まあ、なんかそのなんか誘発ケアだけはなんかすげえできそうだけど、何もなんか起きないみたいなハンドだったんだよね、これ。結局さ、ブルーアイズって、何ブルーアイズ単体ではめちゃくちゃ弱いから、なんかチューナーとかをそう敷いてないとなんか展開できないんだよ、チューナーとかと、まあ、ドラゴン族モンスターとか、天球とか出さないんだけど。これがね、こんな感じだったんだよね。もうなんかそれで、これなんかルベリオン除外されちゃうなってなって、まあ、どうしたらいいかなってなって、どうしたんだっけな、確か、マグラムートは一応出したはずなんだよ。天球かなんか出してエンドなのかな多分。マグラムートの効果使います。で、ここで、ルベリオン除外して特殊召喚しましたと。で、マグラムートの効果使いまして、エンドフェイズサーチと、まあ、天球だよね、多分。ああ。これじゃないと、妨害が用意できないから。で、こうして、一応多分これでエンドしてる。多分、まあ、クソ雑魚盤面だけど、もう一応手札やつもあるみたいな感じ。で、バルドレイクかな、多分持ってくんの。そうだよね。バルドレイク持ってきて、でバルドレイクで天球をリリースするみたいな動きもできるから、これ。最悪天球にあの無限保養とか打たれてもね。はい。で、財宝狩り。で財宝狩り発動されたんだけど、まあ、財宝狩りは多分これ、何現在をスネークアイに裏当てればいいかなと思って、まあ、今回スルーしてます。で、無限保養打たれました。はい。で、聖国院ここで使ってもあんまり意味ないんだよね。これちなみに、1番の効果は、リリースして、発動するので、無限保養打たれたら、無効にはなるんだけど、リリースした場合の2番の効果は発動できるんで、まあ、一応ね、無限保養もまあそんなに弱くはないかなって感じです。この、天気の聖国院に対しての無限保養はね。バウンスはできないから妨害になってないけどね。で、
相手手札5枚で、ディアブリスターが出てきて、で、父デカ姉ちゃん出てきた。で、財宝のマジックトラップカードセット。で、セットされるのはまあ別にどっちでもいいかなというところで、なんだっけこれ、あれ、無効系のシルビアか。シルビアはディアブリスターコストにして無効。トラップだから今発動できない。で、現在法に、ハリウラぶち込みます。さすがにね、これマストカウンター。一応。まあ、ただ、これ財宝が入ってるから1枚ドローされるんだよね。必ず。これがちょっと強い。ディアビルスターは。で、これで1枚ドロートップで、なんか解決されることあるから。で、その、もともと解決されてたみたいな。で、エクセルからのポップルスサーチして、ポップルス特殊召喚する。で、これ効果、ゾウジー通ってくれ、頼むって言いながら打つ。人かけゾウジーで、通っていくと、これ。神ゲー。まあ、さすがにね、ゾウジーからだったら、多分ね、ゾウジーかだったら、おそらくだけど、ワンキルはされんと思うんだよね。なんでかって、ビーステッドがいるから、俺の時は。で、追走撃、OK。で、追走撃の効果によって、多分これ対象のディアベレスターを置くと。これちなみにポップレスの後はもうなんかディアベレスター来られるから意味ないなと思って、一応バルディリク出したんだけど、まあ結局、持ってたから意味ないな、みたいな話ね、これ。持ってたギャンケ問題。で、ジャガン神殿、スネークアイ。これ永続魔法で置けるカードですね。相手の、魔法トラップゾーンにね。で、置かれました。で、ここで、ワンキルされるかどうかなんだよ、俺は。相手が。なんかさ、さすがに多分ね、これ B セットあるからワンキルされないなと思って、なんかなんとかあるだろうと思ってたんだけど、なんか相手確かね、これでくらい止まったんだよな。まあ、多分 B セット入ってるからなんだろうね。俺のデッキが。B セット入ってるとさ、結構ワンキル取れないのよ。なんで、増時スッパするの多分なんか悪手だなと思ったんだろうね、相手も。で、現在のスネークアイカードを1枚ドローしながら、相手バトルフェーズ入ってきましたと。一応、天気の帝国印はリリースして効果を起動して無効になるんだけど、ただリリースされた場合の2番の効果は無効にならないから、でこれで、何をリクルートするか問題ですね、と僕は。攻守ゼロになっちゃうんで、ただ効果を有効と、何出せばいいんだろうと。まあ、ドルイドかなと、ここでは。ドルイドだったら、まあ、相手にぶん殴られたら、あの相手のモンスター墓地をくれるし、まあ、次のターン リンクスワイとかにしても墓地をくれるから、まあ、ドルイドが一番強いかなと思ってドルイドにしました。まあ、なお、ブルーアイズ全く関係ないみたいな。話あるけどねブルアイズは一切関係ないみたいな話あるんだけど、でこれでエンドフェーズに財宝狩りの殴んなかったんだよね確かこれで、財宝狩り間違えた、追走撃か、追走撃の効果でエンドフェーズにディアベルスターがマホトラップゾーンからあの前に出てきて、であの後ろがルシエウェレルシ、シルビアだっけ、なんでなんか何でも無効系のトラップカードなんですよ、がある感じですね。はい、でカード1枚追加でセットしてきました。で、これ何なのか分かんなかったんだよな。で、追走撃の効果、ディアビルスターが出てくる。まあ一応これ1枚どこでいきますね。だから。はい。うんねーって言って、まあまあまあ強いカード引いた。で、ドロー。セイファート。いいね。ほんで、あとは、まあどうやって相手の盤面触っていくかなんだけど、まあとりあえずセイファートを召喚して、セイファートの効果を起動し、モンスター持ってくる。で、このブルーアイズとかいうモンスターもいらないから。ぶん投げられてしかない。ブルーアイズ。なんかブルーアイズがもうなんかセイフアートのコストにしかなったけど。まあね、セイフアートのコストにするとめっちゃ強くて、なんでかっていうと、ルベリオンとか持ってこれるからです、こうやって。これ強いよね、めっちゃ。セイフアートのいいところ。で、一旦ね、アンヘル出しに行って、で、ドロイドブルームで、踏もうと思ってました。で、カオスアンヘルの効果発動して、これ、後ろ触ります。で、ドルイドでディアベルスター触りますってやると、多分相手の、トラップカードを使ってくれると思うんだよね。なので、後ろ触ります。ドルイドブリムでディアベルスターを墓地に送りますと。はい。多分、シルビアだっけ？はい。シルビアを使って、ディアベルスターをコストに、カード、これ永続無効です。カード、これ強いよね、めっちゃ。これめちゃくちゃ強い。で、バルドレイクどうせどっから出さないといけないんで、相手のディアベルスターを除外して出したいですって言いました。で、これリゾルブされます。で、特殊召喚。ほい。で、一応ね、無効にはなったけど、これで打点は用意できました。かなりの。で、ジャガシンでスネークアイで、スネークアイ出てきて効果発動されるので、ちょうるせえっつって、まあ、裏打つな、これ。さすがに。もう一回ポプルセルがね。うるせえっつって出てきて、はい。うるせえ。で、これで、確かね、ルベリオンで効果使って、B セット、これ何持ってきたんだっけ、なんか召喚券使ってるからサロニールか。サロニール持ってきて、で、ルベリオンで、これ、フクラクイン置くんかな。フクラクイン置きそうだよね、これ。
ちょっと俺もわかんない。フクラクイーンおいそうだよね。そうだよね。フクラクイーンでワンドロー入れたいから。で、サロニール効果使って、で、ね、これ確か天気を除外して、そうだよね。天気除外して天気戻したいなみたいな話だったと思います。あんま俺も覚えてないんだけど。で、天気除外して、こうして、で、フクラクイーンの効果起動して、カード1枚ドローするブルーアイズでした。で、ブルーアイズドロー神ってなって、で、このオルタナティブ回収して、で、もう一回お前見せろ。お見せつけて。お前見ろ、このブルーアイズを現れろ、ブルーアイズ、オルタナティブドラゴン。で、一旦バトル入りましたね、これ多分。はい。これでね、ワンキルは取れん。さすがに。ジャガン神殿スネークアイの打点アップ、まあまあ強くて。ワンキルは取れなかった。はい。で、ポプルス。順番間違えたな。これエクセル、しょってからポプルスだった。あんま関係ないか。どっちでも関係なかった。ポプルスしょってからエクセルか。順番は。で、これで、まあ、ランク8するか、ランク8で暴れるか、まあ、ランク、天気出すかでちょっと迷ったんだけど、まあ、天球にして、まあ、またあのバウンスの効果使えた方が、まあ、多分永続系多いし強いかなと思ったので、天球にしています。まあ、冷静に考えたらなんか暴れてもよかったな。何ジ・アンデッドで暴れてもよかったかもしれん。結構。暴れ、力してもよかったかもしれない。ほんで、財宝狩りからのワンドローで、動かれそうになる、やばいってなって、まあ、一応ね、こっちはフクラクインがあるんで、フクラクインで相手がモンスター出したら、あ、エンドフェイズ、何も起きないみたいなね。で、天気の聖国印の効果起動します。で、自分リリースして、相手のジャガン神殿を、手札に加える。これで、ポプレスをね、多分ね、バウンスして手札に加えると、なんか、ドロー以外で手札に加えるとか、特殊召喚みたいな効果あるから、これ多分ポプレス戻しちゃダメで、で、スネークアイをバウンスする。で、そうすると、ゾウジーが撃たれて、はい、まあ、もうそのゾウジーはどうでもいいと。いう話ね、これ。ほんで、まあ、もちろん、当たり前にディープオブブルーアイズ。ディープオブブルーアイズの効果発動。デッキから儀式魔法および、またはか、または融合を手札に加えることができるぜ。うむ。うむ。よろしい。で、ドローランドロックバード。うざすぎ。今。今っていう。あんま関係なかった気がするけど。で、ザ・ビーセット・リベリオンの効果発動。楽園の獣を置いて。で、さらに、カオスマックスを持ってきたいなとしか考えてなかったんだよ。これどうすんだろう、これ。カオスマックス持ってきたすぎってなって。これどうしたんだ？わからん。ディープ・オブ・ブルー・アイズをリリースして、まあ、後ろ破壊します。で、ルシエラでしたと。はい。で、セイファート、あ、そうか、セイファート召喚してサーチしたんだ。神ゲー。セイファートマジ強いよな。で、これでさ、ブルーアイズをさ、まあ、コストに近かったんだけど、一生。ブルーアイズ、カオスマックスドラゴン、高等儀式発動、カオスマックスドラゴンを儀式召喚。かっこすぎる。かっこすぎる。そして、まあ、打点を上げる必要もないんだけど、バトルフェイス。簡単なマキシマムバーストかっこすぎ。何も使えない最上級のバニラがデッキ内に3枚存在してる時点でマジでヤバいデッキなんですけど、ブルーアイズって一応ね、ごまかすためにいろいろ入ってないけど。で、このジャンクコンバーターの効果起動されて、なんかジェットシンキロンを召喚されてジャンクコンバーター蘇生されました。もうさ、このさギミック採用してる人だけど、これ誘発受けゴミやん。このジャンクスピードの作り方、ジャンクの一番弱いと思ってるから、これなんかね、この作り方はね、いまいち良くないと思うけど、なんか結構見るんだよな。ただ僕ちなみに何も握ってないので、ご自由にって感じなんだけどご自由にって感じなんだけどね、何も起きないです。はい、僕の、ムーブからは。なので、まあ相手にものすごい展開されるんだけどさ、ちょっとね、これやばかったんだよな。なんか何よきみたいな、妨害力だったんだよね。で、思い集い主流から、まあ、ちょっとこれ早送りでいくか、ここから。3戦目の展開、なんかいつも、何カットカットしてるからね。長すぎてね。思い集い主流出てきました。で、ラルバウール出てきます。で、ラルバウール効果、ジャンクシンクロンを最初乗って、これでジェット、ドペローリア、サーチング、やばすぎ。で、ここでガーデンローズメイデンで効果でブラックガーデンサーチ。これ優勢くんすごいよな。これ一瞬でこのルート思いついてるのやばくない？デュエル中にあいつの頭どうなってんだよ。
なんかその辺の AI より優秀だとか、なんならなんか遊戯王ブレインズとかで活躍できそうじゃない？シューティングセイバースターロスト事件にさ、郵政多分なんかあのぶち込んだら多分めちゃくちゃなデータ取れそうだよね。でソファヤ出てきて、なんかねこれなんか昔からあるルートなんかな、ソファヤのルート。ちょっと俺あんまジャンクロンそんなに詳しくないんだけど、でここで天輪の創生同士でレベル2のモンスターとか好きなだけ特殊化みたいな効果でね、でブラックガーデンの、を発動で552でコズミックプライズ、コズミックプライズでトークン出る。でブラックガーデン効果でもう一回ドッペルウォーリアを特殊召喚して、まあここからまたソリティアが行われていくといったところで、アクセルシンクロンの効果とドッペルウォーリアの効果でチューナーがポンポン出てきて、アクセルシンクロンの効果でレベルを操作して1にしていく。でで軍装出てきて、軍装でもちろんチューナー蘇生でジャンクシンクロン、はい。でここでもう一回ソファヤかな。でアサルトブラックフェザー、サミダレのソファヤの効果と、ジャンクオーバーターの効果でチューナー蘇生しながらソファヤでソファヤ蘇生みたいな、ね、はい。天然蘇生としてソファヤでこれで552って感じだよな。これうまいよな、この552の作り方。552を2回作れるっていうね。でシューティングクレーサードラゴンを特殊召喚、リミットオーバーアクセルシンクロンね。でリミットオーバーアクセルシンクロンのリビングフォッシュル効果、ジャンクコンバーター蘇生でからのさらに5シンクロ暴天候でソファヤ効果、ソファヤ除外して特殊召喚ソファヤで重シンクロバロネス、やってることやばいなこれマジで。改めて見たけどやばやば、盤面やばすぎだろこれ。はちょっとさ、さすがに無理じゃないこれ。これはねさすがに無理。ちなみに目覚めの旋律は一応引きました。一応ギリギリで墓穴とかいうカードをマジゴミだから、これを捨てまして、止めないでくれって祈ってるんだけど、まあそんなわけにはいかない。全然未来切り開けん。俺の未来はもうお先真っ暗で愚かなマギスラの効果でそれも無効だって全部で、ね、向こう4回くらいだもんね。向こう4回 モンスター効果向こう1回みたいな感じなんで、ドラゴンの格の違い見せつけられて草なんだけどドラゴン族としての格の違い見せつけられたわ。ブルーアイズとかいう本当に何もしない3000打点 の、ドラゴンモンスター、クリスタルウィングシンクロドラゴンの方が5億倍強いとで全員持ってくるとやばいだろこれ。おい優勢お前やりすぎだよこれはやりすぎだよお前は